はいどうもサンタです。皆さんお久しぶりです。ちょっと久しぶりすぎて緊張していますが、よろしくお願いします。はい、今日は、近況報告とこれからについてお話ししていきます。まずね、最近何してたかと、なんで YouTube 上げてへんのと思っている方、いらっしゃると思うんですけど、最近ね、本当にプライベートいろいろ個人的なことですね、もうなんか友達遊びに行ったりとか、なんか自分でうろうろこう遊びに行ったりとか、そういうようなこと、ばかりしていました。で、その中で、全然その YouTube の動画を上げたくないとか、そういうことじゃなくて、どういう内容がいいのかなというのをずっと考えていて、なんかとにかく動画を上げればいいかなっていう、なんかそういう考え方がずっとね、続いていたので、なんかちょっと目的がわからなくなってたっていうかな、そういうとこがあって、ちょっと YouTube のことを一旦動画投稿は置いて、いろいろ考えてみようということで、考えていました。でその YouTube の、どういうことがいいのかというのを、ずっと考えていく中で、僕がもともと YouTube をやる目的ですねっていうのをこう初期に振り返って考えてみたら、やっぱりそうですね、僕はその頸髄損傷という障害を負って、そういうそのことに対して、いろいろと車椅子の生活やったりとか、プライベートのことやったりとかを発信していくっていうのが、僕の目的、もっとね言えば、選択肢を増やしてほしいなというのが目的で、YouTube を投稿していました。そのことをこうずっとね、この動画投稿してない間考えていて、でその中で、最近の YouTube の状況でいくと、本当にこの障害を持った人が、YouTube 投稿していくっていうのが本当に増えて、めっちゃ増えましたよね。このコロナになってからかな、1、2年ぐらい増えて、すごい僕はそれがいいことだと思っているんで、どんどん増えていってほしいなと思います。いろんな、選択肢が増えるのいいことかなと思っていて、でもね、その中で僕にしかこう気づけない気づきとか、あと発見で、我慢していることですね。どうしても障害を負うと、我慢、そうですね、もうなんかその我慢が普通になりすぎて、我慢じゃないっていうかな、なんか伝えにくいんですけど、これね、やっぱその障害ある人とかやったらすごい分かりやすいかもしれないですけど、なんか当たり前のようにやっているけど、ここって結構みんななんか我慢してるとこなんじゃないかなとかっていうところあると思うんですよ。僕はあるんですけどね。それで、そういうところをこう動画にやっぱ投稿していったりとか、それをどういうふうに、変えていけるのかとかっていうのを、今までこうやってきたりとかしてたんですね。で僕が、障害を負って今年で10年目ということで、なんかね、もう人生がこう障害者での人生っていう風になってきていて、僕が29歳の時に、怪我を受傷したので、そうですね、もう10年間障害者での生活に慣れてきつつある
だからなんかそういう我慢とか、なんか当たり前のことが普通になってきているっていうのが、現状です。まあ、なのでなんかその障害歴が浅い時は、あこういうとこなんだなとか、こうしたらいけるよとか、なんかそういうのをこう感じてて、まあ、それを YouTube に上げるっていう、流れやったんですけど、まあ、これがその障害歴が長くなってきた、まあ、いいことなのか悪いことなのか分かんないんですけど、まあ、当然になってきていて、なんかその辺のこう気づきとかいうのを忘れちゃってるんですよ。なんでなんかそういうところにもう一度目を向けて、まあ普通にやっていることだけど、多分こういうところみんな困っているだろうなとか、まあ、そういうところをね、また動画とかで、投稿して、参考にしてもらったりとか、まあなんかそういうところを見てほしいなって思います。自分の中では本当になんか普通にやってることだけど、パッとね、全然わからない人からしたら、おーすげーっていうことが、当たり前のように起きていて、その当たり前が、こうなかなかね、その伝えることが、こういう SNS 以外やったらないから、だから、まあ、それを伝えたいっていう気持ちが、まあ、この2ヶ月でまた、振り返って思いましたね。はい、なんで、まあ、これからですね、またそういう風な気づきとか発見、我慢などをこう動画でね、伝えていって、いろんな人の選択肢になるように、やっていきたいと思います。はい、その中で、まあ、気づきや発見、我慢などを YouTube で、投稿していこうと改めて思いました。はい、そして、別でちょっとね今動き始めていることがあって、まあ、それもどこか、ね、YouTube でこうお伝えできる時が来たらまた、お伝えするんです。皆さん楽しみにしておいてください。ちょっとずつねやればこう変わるんだよっていうのを、まあ、この YouTube の記録としてまた、お見せしたいんで、まあ、サンタさんの成長記録という感じで、見てください。はい、ということで今日は、近況報告とこれからについてお話ししました。またこれからね少しずつ動画投稿頑張っていくので、まあ、サンタさんの成長記録として、皆さん応援してほしいなと思います。まあ、体とかは全然元気なんで、この元気なうちにいろいろやっておきたいなというのが正直なところです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた次の動画を見てください。またのー。SNS でね、大丈夫とか体元気とか、まあ、そういうのをくれる方ねたくさんいて本当にね、助かっております。ありがとうございます。まあ、そういうようなコメントでねまたちょっと自分も頑張ろうという気持ちに、なったんで、またよろしくお願いします。元気やで。